ドルゴプレドには、ロシアのモスクワ州にある都市。市の南と東で、首都モスクワ市の市境に接し、モスクワ都心からは北へ20キロメートル。南には、モスクワ環状道路が走り、日向き市が南西にあり、西の市境には、モスクワ運河が通り、北には、クリアージメンス湖へ貯水湖がある。モスクワのサブヨーロフスキー駅からは、エレクトリー地下で20分ほど。 モスクワからドミトルフを通ってドゥブナエイタル、ドミトルフスコエ街道が町のすぐ東を通る。町の名は長い池を意味するドルギープルドに由来し、その名の通り細長い湖が町の北東にある。人口は2010年国勢調査で9万956人、2002年国勢調査で6万8792人。 1989年ソ連国勢調査で7751人。ドルゴプルドニのモスクワ物理工科大学のキャンパス、ドルゴプルドニ市外現代のドルゴプルドニの町の場所には、ビノグラドボという集落が遅くとも17世紀より存在し、ガブリール・プーシーを金の領地となっていた。1900年代に、モスクワから北のサブヨロボへ伸びる鉄道が開通し、 ドルゴプルドニには1914年に駅が開業した。この地にできた飛行船工場の労働者のために1931年に集落が誕生し、木造の平屋や2階建ての建物が立ち並ぶようになった。この工場では、イタリアの飛行船技術者で探検家でもあった、ウンベルト・ノビレがソ連に身を寄せた後に5年ほど勤務していた。この集落は1935年には、 都市型集落に昇格し、飛行船工場にちなんでジリジャブレストロイと名付けられた。1934年に建設された飛行船のハンガーは現存しているが、保存状態は悪く、2001年には積雪の重みで屋根が崩れている。1930年代の後半には下水道などが整備され、レンガ作りの中層アパートも建つようになり、町の中心には、 スターリン様式の文化宮殿も建った。1937年には、モスクワ側とボルガ川を結ぶモスクワ運河が開通し、飛行船工場以外の大きな工場も建つようになった。町の北端にはこの時にできた運河のための船舶修理工場が建っている。この工場では、運河建設の強制労働者のために建てられたバラックを使っている。 また、運河建設に伴って、石の加工工場もできた。この工場では、運河の岸に使う加工岩を製造したほか、モスクワ地下鉄やモスクワ側の散歩道などにも、石材を供給した。1930年代末には飛行船建造も、下火になり、町の名も現在のドルゴプルドニに改められた。飛行船工場は後に軍用機工場などになり、さらにミサイルも作るようになった。 飛行船に充填するガスを作る工場は、化学工場へ転用された。1939年の人口は9000人ほどとなった。独組戦が始まると、ドルゴプルドニーの工場の多くは、ウラルサン無薬方面へと疎開し、残った工場は、武器弾薬製造を行った。ドイツ国防軍は、ドルゴプルドニーの数キロメートル近くまで迫ったが、街を陥落させるまでには至らなかった。 第二次世界大戦後も街の成長は続いた。1951年には、名門大学である、モスクワ物理工科大学がドルゴプルドニに移転し、ソビエト連邦のトップクラスの工科大学へと成長した。ピョートル・カピッツァ、レフ・ランダウ、ニコライセ・セミオノフといった、ノーベル賞学者もこの大学で教弁を取った。1959年にはドルゴプルドニの人口は2万5千人を、 数えた。1969年からは9階建てや16階建ての団地が立ち並び、これが現在の街並みを特徴づけている。死になったのは1957年のことであった。火山の生新女聖堂。1774年に木造の聖堂として建てられ、ソビエト連邦の崩壊後の1997年から2003年にかけて大きい聖堂へと建て直された。 現在の主産業は、機械工業、化学工業などである。モスクワに資金であることから、近郊住宅への需要増を受けて、ドルゴプルドニでは、住宅や大規模店舗などの建設が進んでいる。ありがとうございます。